1年に2回も同じの。あれ、上島コーヒー閉まってる。早すぎたか。うん、開いてすぐやな、今まで。空港でだいぶ広い。テラスモール湘南。釜揚げしらす御膳。しらす専用ポン酢に卵にかけます。で、軽く混ぜ、丼のしらすの上に回しかけたら召し上がれ、はい、ね。暗くなった気がする。うん、後ろをタップ一回タップしたんですか。ずっと乗り降り君だった。乗り降り君セット。はい。フォトコンテストして撮ってみようかな。来てます。郷さんといえばね、西に進むイメージ強いと思うんですけれども、今日はね、おしゃれスポットのこの横浜にやってきました。予定としては2泊3日の予定なんですけれども、1日目は、こちら鎌倉からお届けいたします。この後はね、また江ノ電乗ってプラプラ歩いてみたいと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。あれが鶴岡八幡宮。
り。でも中吉。中吉。どっちつかず。なんでもいいよ。ピーチか。ピーチだね。ありがとうございます。すごいよな。一口目あげたのに。レモンが入ってる。すごい。ありがとうございます。まあそうだ。あ、めっちゃうまい。鎌倉のね、大仏さんが見れる駅でございます。あれ、皆さんもっと鎌倉オルゴールと閉まってるね。大仏さんのね、拝観時間が5時半までやったということでね、ちょっと見れませんでした。向こうなの？お前か、うん、今ね、ちょうど5時35分ちょっとね、無理っすね。下駅で降りのお客様は1つ前の車ではね、近くの居酒屋で晩ご飯を食べに行きます。ハイボール。おこぼし。おこぼし。札幌でも出せる。お疲れ様でした。では帰りましょう。横浜に来てますって言ってたけど、うん、鎌倉じゃない。鎌倉にするか江ノ島にするか横浜にするか神奈川にするかどれがいいかなと思ったんやけど、うん、全部横浜って言ってた。ざっくり横浜にした。ちょっと間違えてたな。